気がついてて無意識に父親から逃
逃げようとして、いろんな男にまた開く。あ、人間活動としてまた開く。なんでか今付き合ってる画家は藤圭子そっくり。その画家にも また開く。あ、引きもまた開く。ありがとうございました。
東電の責任者とかですね、あの当時の総理大臣の菅直人がですね、こそっと不起訴にされていたという、刑事告発されとったんでございますね、刑事告訴されとったんがこっそり不起訴というタイミングを計りよったとや。あめくらましあひとでなしできてるって洞窟で言うてんのか現在形で言うかあせめて未来形で語れこうなるはずやとあ嘘は大概つき慣れてる東電の人でも思わずいやそれはないとのけぞるほどのライヤ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 安倍はライヤあんた人間やないやろレプティリアンやろトカゲ型の宇宙人か安倍晋三東京は福島から離れてるからダメージは全然受けませんけただでさえ現時点でもホットスポット多い7年後はもっとひどい仮に100歩譲って大丈夫やとしても東京さえよかったらそれでええのんか汚染水は完全にブロックされてるって港湾の 0.3 平方キロメーター以内にってあんたの願望をただ語ってるだけやそうだったら都合ええなを語ってるだけや海の水は蒸発して雲になるで海に流したもんが雨になって陸に帰る汚染水は太平洋を駆け巡る一部分は東京湾にも流れ込む日本に票を入れた IOC らも大概やで裏があるやろなオリンピックなんかやってる場合かそんな銭があったら被災者に回せゼネコンやなんかが儲けるだけや富士山も怒って爆発やこいつらいっぺん締めなあかんって300年ぶりにオリンピックなんかやってる場合やないライヤライヤライヤ安倍はライヤ日もさっちも日もさっちも4号機大地震が来たらえらいこっちゃ4号機どうせ何がどうなっても責任取れへんどうせ安倍は責任取る気はさらさらない高円宮妃久子もおかしいでスポーツのやりすぎで旦那早死にそのショックで頂上は色気違いそやのにそんなあんたがなんでオリンピック煽るライヤライヤライヤみんなライヤ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 安倍はライヤ日もさっちも日もさっちも汚染水日もさっちも日もさっちも制御不能ライヤライヤライヤ安倍自体がライヤライヤライヤ制御不能ライヤライヤライヤ